こんにちは、くるみです。今日はバトエンをやっていきたいと思います。今バトエングランプリの期間中なのですが、はっきり言ってバトエンは詳しくないです。前回のグランプリもやったかどうかあんまりよく覚えてません。ルールもよくわからないまま、ほぼ初見の感じでやっていきたいと思います。では行ってみましょうか。バトエンは連ドア来た。連ドア来たから受けられます。最初にバトエンのクエスト自体をこなしておかないといけないんですが、それはもうやってあるので、このままバトエンジャーのところに行きます。見えてきました。あ、いますね、他に。あ、バトエンのリュック背負ってる人がいる。リュックっていうか、まあ、傘なんですけど。よっ、バトエンちゃんに話しかけます。あ、待っていたぞ。バトエンファイトしたいと。タクティカルピック。これは、鉛筆を、ある中から選んで、対戦するというものになりますね。マッチングよろしくお願いします。打てんのかな、よろしくお願いします。ドキドキ。まずあと17秒で封印する鉛筆を選ばなきゃいけません。バロンナイト、 HP が高くて素早さの高そうなやつを選んでみました。お、バサラーナが重なってますね。デッキを構成してください。緑とかとか使ってみたいな。あとはどれだろう、キラーマシンかな。他の人が考えていますね。いや、適当に選んだけど、これどうなんだろう。割と HP と素早さ重視で選んでみたんだけど、技について全然知らないんですよね。戦う、星丸丸、攻撃、マリンスライム20ダメージ、シールド小僧10ダメージ、キラーマシン40、痛い。あ、こっちに来なかった、よかった。さあ行け、丸にブレス。お、シールドコールド早くも倒れた。ラッキー。戦う。よいしょ。敵が何を使ってくるかな。お、若葉の精霊。ミックケーキを使ったバロンナイト。ボディブレス痛い。バロンナイトやばいじゃん。おお、マリンスライム死んだ。腰にダメージ、若葉の精霊ダメージいきました。道具、条約層、とりあえず1回目を長持ちさせてみようかなと思って条約層を使ってみました。
あ、なんかメタルゴラドラゴンとか強そうなのが来た。どうなんだろう。クイックケーキ。やべえ。丸にダメージ、こっち来なかった。ラッキー。星に40ダメージ。若葉のせいでやりました。早くも2体ダウンしてます、この人。ここは、戦う。アタック。ドキドキ。30ダメージ、死んじゃったん。バロンナイト、さようなら。低い鳥、低い鳥だからキラーマシンで行ってみようかな。戦う。丸。丸、全員丸ですね。丸に50のダメージ。メタルドラゴンやったぜ。結構強いんじゃない？丸に40のダメージ。いててててスライムやられました。一人脱落。これはこのまま戦うでいいでしょう。クイドリが残りあと60。チェンジしてきた。キラーマシン同士。70のダメージ。ソン。おっと、連続攻撃。跳躍素使われてしまった。敵の方が早い。クッキーキ全然意味なかった。あ、ドラキ呪文するんだね。とりあえずこのターンは待て、チーン。クライマックスバトル。低い鳥頑張れ。戦う。呪文超え。ミスって。70。きついな。ここでやっと1匹死にましたよ、右の人。息を吸い込んだ。敵も低い鳥出してきました。ヒットポイントは13。これボツルの覚悟でするしかない。サビ力が仲間は抜けました。あのこれ死んだって分かってるから途中仲間抜けられるのかな。入籍ボーナス2位でした。結局
C ランクまであと238ポイント。ハチの心を6個手に入れた。バトエンポイントを500ポイント手に入れた。ふぅ、では続いてもう一戦行ってみましょうか。どうしても印象までは欲しいんですよね。さあ、どんな鉛筆が配られるかな。でも低いよりさっき強かったような気がする。だから低いよりを封印。あと自分のデッキを考えながら他の人を待つ。マリンスライム封印されてる。素早いからか。150キラーマシン、さっきあんまりよく分からなかったけどキラーマシン、属性のところももうちょっとばらけた方がいいのかな。戦う。まるまる星、まるまる星、まるまるまる。スリナールスライですね。キラマシン50でかい。やっぱキラマシン強い気がする。5低いのでやばいじゃん。よし、なしなら撃沈。低いのでり戦うしかないのか。道具がさっきみたいなあの回復系道具がなかった気がするんですけど。あ、チェンジしてるみんな。20死んじゃう。ああ、低い鳥さようなら。じゃあ、悪デモン。でかくて強そう。戦う。攻撃力が上がったって言ってる。ヘルボックル飛び跳ねている。攻撃丸にダメージ、全員にダメージいきました。ラッキー。戦う。割と皆さんマメに変えてきましたね。プリズナー撃沈。チェンジアタックっていうのがまだよく分かってないんですけど。キラーマシン撃沈。
ブルーシャイニングもう少し戦う。考えてますね。パワフルステーキ、攻撃力が上がった、こんなアイテムがありますね。ラッキーシャイニングやってくれた。教えにない。ダメージ2匹一遍撃沈。あ、スライムまでない。ラムチョコテンション上がり。そろそろ道具使った方がいいのかな。ラムチョコあったような気がする。10×3。 おっと、悪デモンやばい。にゃっすー、悪デモン沈んだ。さあ最後のキラーマシン戦っていただきましょう。他も一体ずつ。ラブチョコ、ラブチョコ。マヒャド斬り。プリシャン撃沈。マルチダメージってこっちじゃん。クライマックスバトルスタート。すべての攻撃が全員に当たるようになった。バトエンテンション上げる。ピスって、おわ、60やばい。マヒャド斬り。戦うしかない。ミスった。全40のダメージ終わった。はい、さよなら、ありがとうございました。ジャークデモン536ポイント、2位に終わりました。合計で536ポイントね。ランクアップ、 C ランク、イエーイ。覇者の心6個、バトエンポイント500ポイント。C ランクということは、身代わりのコインゲットしました。ランクアップ記念品。あ、これもランクアップと同時にもらえるのね。参加する。さてどうなるかな。死神貴族欲しい。
あ、対戦相手が封印したため選ぶことができません。サイレスもダメだ。どうしよう。素早さな隅なら。素欲しい。120のアームライオン。丸。大きずつダメかな。ポストロール。どうせだったら。欲しい。難しい。あ、ナスミナーラが3匹もいる。かわいい。戦う。チェンジした方がいいのかな。あ、サイレス封印したのはこの人だったね。あ、チェンジした。アームライオン。パワフルステーキ。いきなりドーピングしてきましたね。死になら痛い。ナスパンチ。お、アームライオン撃沈。ラッキー。チェンジ。自分がアームライオンにしようかな。お、敵もチェンジしてきた。踊らせる。釣られて踊ってしまった。おお、しかし何も起こらなかった。踊っている。え、大きずつもしかして強いの。力ためとか言ってるよ。70とか言ってるよ。おお、踊るのをやめた。ワンターンだけ踊らされるのね。あー、もうとりあえず戦うにしちゃおう。ドキドキして、もうわかんないよ作戦が。あ、ゴーレムに変わってきましたね。強そうです。わお、アムライオン撃沈。なら撃沈。ここでさっきのナスミナーラ、ボストロール。ナスミナーラ捨て駒。戦う。踊らせろ。始めた。ああ、しかし何も起こらなかった。これは痛い。40のダメージ。ナスミナーラさん、さようなら。おお、ゴーレムやってくれたぜ。ラッキー。さあ、ボストロール、残ったボストロールでいきます。このシュっていう人強いな。全員残ってる。まあ、これはこの人勝ちで確定ですな。で、転ばせるっていうのが来たよ。すっ転んだ。攻撃不能中。見捨て。会心の一撃。痛い。20だってやべ。何にもできないままにどんどん HP が削られていきます。だがそれは他も同じ。ここでダメージプラス30。
ギャー、あ、こっちじゃなかった、丸二だった、よかった。武器を舐めているで攻撃力が戻った、何だったんでしょうね、さっきのは。最後までラブチョコを使いました。テンションが上がった。おお、ギリギリ耐えた。おりゃあ、ここからクライマックスバトル。こんなもん素早い方が勝つに決まってんじゃーん。ガクリー、負けたー。スミナーラームライモストユニークで決めた。3位、 B ランクまで302ポイントあともう一回2位を取ればランクアップかな。1000ポイント、300ポイント。ふうふうふう、もう一戦ありますぞい。レッツバトエンファイト。パッと見たところ、ヒットポイント高さのカイザードラゴンだけど、これ誰か他の人も封印してきそうなんだよな。低いドリ強かったな、低いドリ使いたいな。こうアサシンエミをめっちゃ封印されてます。いいよな、休みならにしよう。素晴らしい12っていうのがすごいのかな。アサシンエミルはヒットポイントもそこそこあるし。さあ、いきなりのカイザードラゴンです。とりあえず戦う敵は星丸丸。主になった。いきなりのパワフルステーキ。ちびちび削られてますね。ワンターンで治ったのね。激しい雄たけび。丸にしか効かない。戦う。させる。激
して雄たけび。ゴーレムに何もさせません。あー、カイザードラゴン頑張って。ヒットポイントも残り少ないけど、20ギリ残った。20負けた。カイザードラゴン撃沈。低いドリは逃げ押されている。鉛筆で魅了が解けたっていうのもあるんですね。低いドリ低いドリ。さあ、あら、やられた。これでモーモンは、おっと、魅了された。あ、ポワポワダンスなんてある。回復するんですね。モーモン強いな。魅了されてる。チェンジするか。魅了が解けた。やあ、50のダメージ。低いドリゲッチン。これは2位どころじゃないぞ。最後のナスミなら、くるみさん一人負けです。今のところ、笹を踊り踊っとけ。痛い。早くもすごく負けそう。これ回復アイテムないの？バフル石炭ダメージ30。ふぅ、ドキドキ。素早さ一番素早いんだよね。10、違う、こんなサンダールだ。当たっちゃった。終了。こちら全機沈没しました。Bランクまで190ポイント足りない。次4位取っても足りなくなるんだ。難しいな。どうしようかな。覇者の心を4個手に入れた。ふうふう、なんとか印象までたどり着きたい。バロンナイトかな。ほうほうほう、割れました。
これ自分何使おう。シャドウ、マルト。これはバロナで使えないので。マウンデス、ホスト。ポイントに希望してアークデモンを選んだが、どうなんだろう、どうなんだろう。あ、スヤマドリは硬そうなのがいる。星を眠らせるが来ないかな。星を眠らせる、来た。寝とけ、おやすみ。か。眠ってるからどうしようもないはずだよね。あ、チェンジすればいいのか。お、回復してます。しかし誰も現れなかった。シャドウ面白いな。戦う。もう一回前来い。ゾーマ星です。仲間を呼んだ。しかし誰も現れなかった。シャドウさん、こうやって他のみんなが潰し合ってくれればいいかな。魔力覚醒、おえ。仲間を呼んだ。頼みます。しかし誰も現れなかった。ああ、この佐藤さんはとことん仕事をする気がないようです。戦え。どうする、どうする。おー、これビブランを復活した。体力が痛い。不思議ダメージ。もう一息でレッドドラゴンは死ぬ。ミス。本当にこんなんでいいのか。ブレッドドラゴンチェンジしましたね。魔力覚醒。丸を踊らせる。踊ってます。やっぱり仕事させてもらえない。戦う。
それでも使い続ける。腰にダメージ、ノーダメージですね。丸を踊らせる。また踊った。クライマックスバトル4体残っている状態です。今度こそ働け。魔力覚醒、威力アップ延長なんだ。あ、 10×6、 やばい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 。アマデウス撃沈、シャドウ君あと10。早く行き、初めて仕事したって感じ。踊る宝石撃沈、ミスして。シャドウくんありがとう、楽しかったよ。アモデウスどうかな。条約層があるんだ。こっちのダメージ、アークデーモン、ジーボーツ40耐える、マデュラ、ジーボーツ、なんかガゼンいい戦いになってきたような気がするんだけど。グレートドラゴンが復活？あ、踊った。これは回復すべきだったのかな。攻撃に振りましたね。全員を魅了する。やーん、お、自滅しちゃった。自分に言う、キャードラゴンは魅了が解けた。やるなぁ。しちゃう。グレートドラゴン撃沈。魔力覚醒。これで引けんのかな。魅了無効。すげえなす。なんてことだ。うして、おわー、会心でやられました。満を持してのアークデーモン。おお、50のダメージ、いきなり痛いです。おもん、イオラ、戦う。
制限が済みスラッキー40ぴったり撃沈勝ったふう1位やりましたよランクアップ B ランクあちゃんの心を7個手に入れたバトエンポイントを650手に入れたふうーんやりましたよおめでとうそれでは君に栄誉の証バトエン印象手に入れたこれでとりあえずは今日の目標は終了です疲れたでも面白かったですではこんなところでまた皆さんお会いしましょうさようなら